皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。アーマードコア6、実況始めます。集積コーラルを目前にした前回。まさかのラスティンに登場。さすがイケメン実にいい腕してやがったのよ。スネイル閣下の策略で図らずも戦うこととなったラスティさんを退け、我々はついに地下に隠されたルビコン技研都市に到達。ウォルターさんが求める集積コーラルは今や目の前。それでは今回も傭兵火曜頑張っていきましょい。さていよいよチャプター4最終ミッションです。まずはブリーフィングを確認しましょう。パパが本気と書いてマジモードに入ったのよ。企業の思惑から離れ、自らの意思で進む時が来たということなのでしょう。結局パパの目的って何なのかしら。それもこれも集積コーラルにたどり着けば明らかになるでしょう。さて今回また一部アセンを変更しています。ブースターを燃費は悪いけど速度重視のやつに変えたの。でもって左肩はランスからパイルに戻したの。ただでさえ重量と EN 負荷がカッツカツできっつかったのに、ブースター変えたせいでそれがさらにひどくなったから、少しでも軽くて太くてまあご立派なやつにしたの。脚部をもう少し積載重量のあるパーツに変えれば楽になるんですけどね。ただこの系に脚部ジャンプ力が2脚ではピカイチだからお気になのよね。このジャジャ馬を乗りこなしてみせる。それでは始めましょう。ゴーゴーゴー。621、ここからは俺に、いやお前自身の感覚に従え。同胞たちの声が近い。ここが私の故郷。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始です。ミッション開始だ。行きましょう、レイブ。オーケー、記憶ドンパチやっとるやっとる。スネイル第二隊長閣下、増援をお願いします。任務安定遂行には兵力が足りません。目的はアーキバスの ACU 配布です。そろそろ混ぜろよ。鬱陶しいですよ。こいつあれやん、レッド版の寂しやん。なるほど、アーキバスの通達を無視する気ですか。スネイル隊長閣下に報告、レイブ・カルスが現れました。増援をお願いします。ベイランは飛んだ泥船でした。力の流れはアーキバスにあります。壁越えにしてアイスワーム殺し、あなたの子宮は良い宝物になるでしょう。この出会い、まさに吉兆か。なるほど、レッドが恨みってアーキバスのケツの穴舐めたってことなのね。これはお仕置きやろな。ミシガンおじいのタムケにおめえの玉取らせてもらうで。チックショーなかなかいい腕してやがんな。けどさすがにそろそろ限界じゃなくて。ほら、地獄でボルタパイセンに締められてくるんだな。エアタンのゴミを見るような目が目に浮かぶ。そんな目でご主人様も見てほしい。まだ敵が残っていたの、真面目にやれよ。スマニス、もう一人はさっきからエアミンに泣き言言ってたこの子ね。レスター6メーテルリンク、レスター第2期の女性担当ですね。ご主人様知ってる、エアミンの薄い本書いたのバレて教会食らった子なのよ。ネットの妄想を持ち込むな。己の成績に準ずるその息はよし。このぶっといファイルを次回作の参考にするがよい。そりゃまあ自分ネタの BL 本書かれちゃエアミンも行うのは仕方ないことなのよ。だからやめれ。安全を確保しろ、621。さっきのでこの辺の敵は最後やな。片付いたようだな、先を急ぐぞ。オッケーパパ。敵
近くに隠しパーツが落ちてますので、それを拾ってから先に進みましょう。いいね。しかしブースター変えたおかげでめっちゃスピードマシマシなのよ。ちょっと持て余すくらい。代わりに燃費は悪くなりましたけどね。お、あれやな。武器ゲット。では次の目的地に進みましょう。ラジャー到着。バスキュラープラント、まだ残っていたのか。前方に見える巨大建造物のことでしょうか。次の目的地は橋の向こうやな。なんかおる。あの動き、何かに似ている。なんだろう、別世界でのトラウマがえぐられるようなこの感覚。気になるなら降りてみたらどうですか。行きたくない気持ち半分、怖いもの見たさ半分な乙女心。女は度胸。行ってみようじゃないの。適正反応。うわー、やっぱこいつあれやん。形は違えどに間違えるはずねえのよ。事件の自立型破壊性ステリアンタスですね。通称ルビコンに合う車輪骸骨。何当たり前みてえな顔してる。ビコン満喫してんだてめえ。出てくる作品間違えんな、自粛しろ。性能の凶悪さにおいてはロードランのそれに匹敵。奥にはその車輪骸骨が多数、しかも全員ログハント対象です。まあここは逃げるのモテですね。実況者的には負け犬ですが、どうします。やってやるじゃねえかお前、こだろお前。車輪骸骨がなんぼのもんじゃー。初戦はダッツ3でクソダコナメクジになり下がったハンタモノ、通過確定の。おい、車輪骸戦実弾武器はほぼ通りませんので、ここんとこよろ。おい待て、それじゃあショッターに見ないじゃねえか。ここに来てショッター封じとは思われ。クロム、しかもホイールから炎ブジャーとかどんな行動してやがんだ。こちとら中武器に頼ってここまで来とんのやぞ。ここんとこはつかんねえかなー。だったらこいつもクライマグレレードランチャー。お、グレランはいけるやん。見ての通り骸戦の弱点は爆発系武器ですね。ええやん、ならいけるのよ。おめえら全員まとめてロードランの地下に送り返してやっから覚悟しや。くせう。対戦全員ぶっぱい。二度とルビコンに出てくんな。そういえば後にタイログハント対象の機体がいますね。チャリはやあ。大丈夫、対戦じゃありません。あ、そうなの。そこで停止している機体ですね。そばのログを取るか攻撃するかで起動します。つまり寝起きバズーカってやつね。ネタフップ。今バズーカねえからグレランで我慢してな。おはようございます。モーニングアサルトアーマーのサービスでーす。初戦は対戦に及ばぬ半端者。ちゃっちゃと片付けてやんよ。おいどうなってんだ、対戦より強いじゃねえか。弱いなんて私言いましたっけ。適正反応。自立型の破砕機。半世紀の呪いだ。安定稼働するエネルギー。人がコーラルを求めるのも、あるいは仕方のないことなのかもしれません。
射部品ランダー 50%。 対戦はこれで全部やな。チェックポイントからのリトライでオール対戦と再戦とかきちくすぎでしょ。次はあのネボスケやな。一体ならともかくあれが2体同時ってのはキッズすぎんぬ。なんとか一体を速攻で処さないと勝ちの目が見えぬ。ここは朝の爽やかなブレランからのアサルトアーマーのコンボで速攻スタッパーからのパイルで沈める。これっちゃねえのよ。オッケー、ここまではいい感じ。あと一体沈めればこの地獄からおさらば。対象とか常識ねえのかよ。まあこれで二度とパイセンとネボスケの相手はしなくていいし、あとはお楽しみの時間やな。これこれ、クアドラプルパイセンが守ってたコンテナ、中身は何なのかな。ムーンライト、結構来たー。ムーンライトソード、 AC シリーズでもおなじみのブレードであると同時にソウルシリーズやブラボエルデンでもおなじみの月光剣、フロムソフトウェアの象徴みたいな武器ですね。ちなみにクアドラプルパイセンが月光剣を守っていたこの場所、デモンズソウルの月明かりの体験を拾える場所にちなんで儚い瞳の島と呼ばれているらしいです。デモンズの月光拾う場所もナメクジだらけだったのよな。それをシャリンパイセンに置き換えるとか冗談きっついのよ。まったくほんととんだ道草食っちまったのよ。目的地に急ぎましょう。コーラル集積反応。あそこが目的地ね。お、サプライ気が利いてんじゃん。つまりこのまま終わるわけじゃねえのな。さて行きますか。これはこの湖の全てが。たどり着いたか621。企業の追手が来る。その前に調べるぞ。鬼が出るか蛇が出るか見せてもらおうじゃないの。コーラル潮位が上がっている。自己増殖がここまで進んでいたとは。レイブン、やはりウォルターは何かを。上です。この反応は新兵器。アイビスシリーズ、やはり稼働していたか。ではいいシリーズ開始。こいつがコーラル最後の守り手ってわけね。しっかし車輪パイセンの次はシュベレイとかおっとろいだな。しかもなんだその動き、 AC でやっている動きじゃねえのよ。とてもじゃないけどターゲットは低く使わないと追っかけらんない。アイビスシリーズは通常の防衛兵器ではない。コーラルに関わる危機を未然に防ぐためのルビコンの安全装置とも言える機体だ。そしてその制御を握るアルジュはもういない。やらなければあっぶね、三連グレード交差とか恐ろしいことしてくんのな。けどやられっぱなしじゃいられない。パイルで腹パン、これでどや。
すごっ、いいダメージ。距離を取るとこっちが不利、意地でも張り付く。いいぞ621、確実にダメージが蓄積している。パパの熱い応援、これは負けられねえのよ。ケツの命も残りわずか、これはいける。アウト情報、敵コーレル反応停止。あ、このパターン、赤炉のシシザル君と同じ。待て、まだ終わっていない。やっぱり再起動します。アイリスシリーズ再起動、第2形態です。ライフゲージが表示されるまで攻撃は通じません。回避に専念を。周辺コーレルの検知、環境からエネルギー供給を受けています。ジェネレーターを完全に破壊しないかな。この機体は止められない。ライフマンタンでの第二形態、きついのな。でもやることは変わんねえのよ。張り付いて撃つ、張り付いて殴る、お手、お前、殺す、そんだけ。残り 50%。 おっと危ねえ、オラどした、足が止まってんぞ。こいつが欲しいのかい。まったくエアシンゴなキュベレイなのよ。損傷拡大、あの機体からこの場に強振する強い反応。追い詰めているぞ621。やはりこの仕事をやり遂げられるのはお前だけだ。任せてパパ。アイリスシリーズですか。やったぜ。爆発するぞ、退避しろ。だからパパやめて、それフラグ。コーレルの強振が弱まっていく。さすがにもう一回遊べるドンってのはねえか。作った人々の意志、過去から続く全ての声たちが。え、よくろ、僕に。うわぁ、レイル、機体制御は。くそ、言ってはと。目標無力か。ええ、指示通り生かしてありますよ。まったく、企業を出し抜こうなど、身の程をわきまえない打研には教育が必要です。やめてねー。それからその飼い主に。かくしてコーラルはアーキバスにより掌握され、ルビコン技研都市の全域は同社の進駐部隊による管理下に置かれた。発見された技研の遺産は多岐にわたり、その中には人の手には余るものとして存在を隠蔽された実験兵器も含まれていた。コーラル集中管理システムの名を冠した C 兵器群、アイビスシリーズである。そしてかつての災害より遺棄されていたコーラル吸い上げ機構、バスキュラープラント。アーキバスはコーラルを生涯に持ち出すため、この修繕および大気圏外への延伸計画に着手する。それを阻む力はもはや解放戦線にはなく、ルビコンの戦火は静かに終局の時を迎えようとしていた。すやすや、起きろ。あなた宛てのメッセージを見つけました。暗号化を解除、再生します。621、これはある友人からの、いや、この俺からのごく私的な依頼だ。お前は気づいているだろう、コーラルの潜在的な危険性を。アイビスの火で消失したはずのコーラルはしかし生き残り、集まり
ゆっくりと自己増殖を続けていた。集積したコーラルは指数関数的に増殖を早め、やがてはルビコンから溢れ宇宙に蔓延する汚染となるだろう。その前にコーラルを焼き払う必要がある。それがかつて生計を飲み込んだ対価を再現することになったとしてもだ。これはハンドラーとしての指示ではない。俺が死んでいった友人たちから受け継ぎお前に託さんとする一つの依頼に過ぎない。621、火をつけろ。燃え残った全てに。俺の最後の仕事としてお前を自由にしよう。パパ、レイブン、ウォルターの考えていたことがようやくわかりました。この機体もこうなる可能性を予期して彼が手配していたのでしょう。脱出する時が来たようです。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。休みなしかよ。ってここどこなの？アーキバスに捕らえられた後この場所に収監されたようですね。それを見越してウォルターさんがこの機体を隠していたようです。すげえなパパ、そこまで読んでたんか。脱出ルートも示されています。恐るべき先見性ですね。けどな、これはひどい。すげえポンコツだな。おい、見るからに旧型機。スペックはこれまでの機体と比較になりませんね。ここまで読んでたならもきっとええ機体用意してほしかったのよ。怪しまれずに仕込める最低限の機体だったんでしょう。確かにこれならスクラップと見間違えるわな。とにかく脱出しないことには始まんない。ここにいるといつ再教育センター送りになるか知れたもんじゃねえのよ。アーキ坊やに囲まれて一日中アーキバス最高とか言わされる生活なんてごめんなのよ。エイシー、なんだ、どこから出てきた。こんなポンコツでおめえらの相手なんかしてられっか。レイ、無が悪そうな相手です。迂回しましょう。でもジャミング弾あるなら正面突破いけるやん。クライアラー、ジャミング弾使えそうです。オッケー、いい感じに着弾。ニッケローイ。ロックオンが。あ、でもログだけは回収回収。オッケー。レイブ、今のうちに先へ。あそこやな。アサルトブーストでいけるか。上昇水力は。ギリギリいけた。いや、きつい。でもってまだ終わりじゃないのな。ここは、リケン都市の後輩。こちら、ベスパー5、ベイター。警備部隊各員に通達。ベイター君に取ったんかわれ。再教育中の独立傭兵。あのレイブンが脱走したとの報告が入った。以下はスネイル閣下より直々のご加盟だ。発見次第拘束し、今度はファクトリーに収監せよ。ペーター君、君と僕との仲じゃないか。ここは一つ見逃してもらうというのはいかがか。スキャンを活用して。できませんか。そうですか。こりゃなんとか目的地まで行くっきゃないのよ。けどマーカーまで行ったところでこれ逃げられるんか。いや、そもそもこのポンコツでアゲンタカかとこどげん行けばいいとね。大手名言ってくれんじゃねえか。生きっては見てもジャンクはジャンク。悲しいけどこれポンコツなのよね。おい、まだ先あるんか。しかもだんだん敵増えてねえか。まあ全然ぶっ殺せてないから当然なのよね。とにかくパパの言う通りに進むっきゃない。今のご主人様にできるのはそんだけ。改めて下のレーダー見るととんでもねえ数の敵だな。おい、ポンコツ1台始末するのに大げさなこった。なんとかあそこまで登ってかんとな。あー、もう上昇水力が足んない。今度はいけるか。いけたわ。次の目的地まではあと少し。頼むから少しは手抜いたってや。ペーター君、お、なんやこれ。敵兵をほっとく。旧型 SC。 レイブ、サーチライトが。独立傭兵レイブンだ。あー、もうどっかんどっかん撃ってるのな。ビーコンの発信を確認。その声はチャティニキ。久しぶりだな、ビジター。暴れる元気が残っていたようで何よりだ。ボスが迎えに行く。
合流地点まで移動してくれ。姉を、邪天に来、地獄に仏とはこのことなのよ。あなたの使命とカーリには、やはり何か関係が。今はんなこと考えてる余裕はないのよ。とにかく邪天に来の言った合流地点まで急げや急げ。あそこか、合流地点に到達。適正反応。え、マジ？独立傭兵レイブンを発見。包囲する。追い待てなんだ、その数。ベスパー5、ペーターより通達。注意隊長の権限において追加の指示を出す。ファクトリー収監は努力目標とする。抵抗が激しい場合は殺害しても構わん。独立傭兵レイブンを排除せよ。ペーター、あんなによくしてやったのに裏切りやがったまでね。あんなによくするイコール嘘で呼び出してぶっ殺しですね。わかります。言ってたんだから差し引きゼロだろうが。どんな計算だ。ヘイルプ、サンバでヘイルプミー。待ってください、新たな機体反応。苦戦しているようだね、ビジター。カール、モルターからあんたの世話を頼まれてる。助太刀させてもらうよ。当然姉も助かったのよ。おせめえら今までよくもやってくれやがったな。全員まとめて粗大ゴミにしてやっから覚悟しな。姉もやっちゃってください。お前もやれよ。仕方ねえのな。救援です、リーブ。あんたの頭目は操縦もそこそこやる。そいつをお見せしようか。ボス、敵は多いが所詮は MT の集まりだ。俺が出るべきだったな。あんたを危険にさらすのは組織にとって悪手だ。分かってないね、チャーティー。あのビジターの大脱走だよ。劇場で見ないでどうすんだい。どこか。大したムーブ見苦しいんでやめてもらいます。引き上げるよ。ヘリを回そう。ビジターの機体も取り戻してやる。ビジター、一息ついたら話をしようか。ウォルターのことさ。強化人間 C4621、 通常モード移行。通信が入っています。戻ったようだね。やっぱりビジターにはその期待がしっくりくる。あんたは生き残った。ウォルターは賭けに勝ったってわけだ。いいだろう。あんたには私らの使命を明かすことにする。次の作戦はそのための布石だよ。ということでチャプター4終了。そして息つく間もなくチャプター5に突入です。ガレージに戻ってやっと一心地。でさ、パパはどうなったの？ウォルターさんもマスター同様アーキバスに捕らえられたようですが、おそらくはすでに。そんな。それも見越してあのメッセージを託していたのでしょう。いわば遺言のようなものです。パパ。息一発のところをカーラさんに救われた我々。物語はいよいよ終幕に向けて動き出します。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。